カネイルオイル。それはネイリストとして毎日お客様の指先に触れてきた渡辺紀穂の思いから生まれました。爪と爪周りの保湿には欠かせないネイルオイル。でも毎日が忙しい女性たちにとって習慣にするのはなかなか大変なのです。1日1回じゃダメ？ハンドクリームは塗ってるから大丈夫でしょ？うまく塗れないの、ベタベタしちゃって。そんな彼女たちの日常生活に無理なく組み込んでもらうためにたどり着いたネイルオイルの新しい形。リップクリームのように持ち運べて、いつでもさっと塗れるロールオンタイプ。蓋が緩んでもこぼれることはありません。仕事中につけても書類を汚したりしないよう、ワンロール分の分量は最小限に抑えました。一転がしでも二転がしでもお好みで。そして笑った時や頬杖をついた時、顔の周りに手を持ってくるたびにふっと香るアロマが気分を変えてくれます。ベースとなるオイルはモロッコにしか生息しないアルガンツリーの種子から取れる希少なアルガンオイル。皮膚の治癒力でも今注目のオイルです。そこに目覚めてから夜眠るまで、一日の様々なシーンごとに合わせて上質で貴重なエッセンシャルオイルを調合しました。715、一日の理想のスタートを心地よい刺激とともに。気持ちが落ち着くことで知られるサンダルウッドやヒノキ、爽やかな柚子などのジャパニーズセンスの香りを調合。鎮静でありながら脳裏に深く響く香りです。ゆっくり心を落ち着けたい時や瞑想したい時にもおすすめ。男性にもよく合います。1300、午後の眠気にリフレッシュと元気のチャージを。集中力アップのミント、レモン、元気回復のパインなどの爽やかな香りに、リッチアクベバの広がりとマージョラムの香りのスパイスが爽快感に加えて高揚感を高めます。すっきり感と湧き広がるポジティブな感覚が体中に広がります。1830、頑張った自分から女性に戻るとき、フェミニーさアップで優しい気持ちになるローズ、心のバランスを取り高揚感のあるゼラニウム、爽快感を与え緊張感を和らげるリフレッシュなオレンジの香り、そしてジャスミンがアクセントに。華やかでありつつも軽やかに、閉じかけていた心が広がる香りです。2445、子供の頃の気持ちに戻って眠る。リラックスの代名詞ラベンダーに、幸せな気持ちになる甘い香りのバニラ、柔らかさにオレンジの香りが一日のストレスを吹き消します。優雅で爽快、そんな新しい香りに包まれて素敵な夢を。甘く柔らかく気持ちのいい安心感が心深く広がる香りです。ゆっくりとリラックスしたい時にも。ベーシック、香りをうんと抑えたベース系のオイルです。アルガンオイル、ホホバ、スイートアーモンド、そしてスイートジャムをブレンド。ほんのりバニラも加えました。お食事の時の保湿に、血行促進のマッサージオイルに、さらにはリップオイルにも。お好きなエッセンシャルオイルを入れてオリジナルも楽しめます。5つのオイルはそれぞれのシーンに合わせてテクスチャーにもこだわりました。仕事時間の1300はライトブレンド、肌触りさっぱりと保湿。2445とベーシックは重めのブレンド、しっかりとした保湿力を高めています。ウカネイルオイルの開発にはパリのトロピカルアグロノミーアグリカルチャーサイエンシストのジルが協力。貴族の出身である彼は、幼少時代をアフリカで過ごした経験から自然療法を愛し、世界100カ国以上を回りながら高品質なオイルを求め続けています。すべての製品は
フランス郊外のジルのお屋敷内にある工場で一つ一つ職人の手で作られています。原料はすべてオーガニック素材を使用、添加物香料等一切加えていません。オーガニックの国際認証であるエコサートを取得しています。こんな風に指先に軽くロールしてみてください。香り立ちからおよそ1時間、ゆっくりと香りが消えるまで数種類のエッセンシャルオイルが嗅ぐごとに違った香りを楽しませてくれます。指先から香ることが好きになってもらえたら、香りが消えた合図がネイルオイルをつける合図だということに気づくはず。健康で綺麗な指先のためにもっともっとネイルオイルに親しんでください。そしてもう一つ、ウカネイルオイルの特徴、それはマルチユースなこと。完全オーガニックで作られたオイルはどこにつけても大丈夫。ちょっとしたコロン代わりにも、またリップにも。サーキュレーション効果を全てのオイルに配合していますので、つけてマッサージするとポカポカと指先が温まり、肩や首筋のマッサージにも使えます。渡辺紀穂の哲学、経験、センスとフランスのアロマが出会い、心を込めて作ったウカネイルオイル。世の中のドタバタと忙しくて面倒くさがりで欲張りな女性たちのために、楽しんで使っていただけますように。嬉しいことが世界で一番多いお店、ウカ。